場所なんですけれども、普通は皆さん多分こうピアノの弦に向かってこうやって置いたりすると思うんですが、まあ、このマイクの場合は、まあ、僕のイメージとしては音が全部こう上に上がってこのピアノ蓋を通じて溜まってきたっていうかな、こう全部集まってきたところを狙うっていうイメージにしていただいて、なので全く弦とは関係ないこの蓋をめがけてマイクは置いてあります、まあ、それで左右ちょうど90度ぐらいかな、まあ、ちょっとないかな、90度ないぐらいですね、この場合のところをこう両方に分けてこうやってやってますね、はい、これであとは微調整で飛び出すところをなくしたりとか、あの好みの音にこれをとこうずらすことによっていけると思うので、だいたいこの間が20センチ25センチぐらいっていう感じで置いてます。試してください。